だんね、大雑把になっております。人生と同じ、潔くね、行きましょう。はい。皆さんこんにちは、みやです。いつもご視聴いただきありがとうございます。5月に入りましたね。今日は4月のお気に入りをご紹介させていただきたいと思います。お花だけでなく、ガーデン雑貨、資材などガーデニング全般の中から買ってよかった、育ててよかったものを厳選してみました。お花につきましては、この時期にやっておきたいお手入れと合わせてご覧いただければと思います。それではスタートします。はい、まずは宿根草から1つ目、八重咲き水仙、サー・ウィンストン・チャーチルです。私が勝手にベスト・オブ・水仙と名付けている水仙なんですけどね、本当に綺麗です。水仙は中心が結構黄色が強く出る品種が多いんですけれども、この品種はそこまで黄色がね強く入らないので、そこも私の好みです。日本水仙だと背が高くなるので花茎が折れることがあるんですけれども、これは本当にちょうど良い、そして何より丈夫ですし増える、そこがね嬉しいですよね。そしてこの水仙はもう5年目くらいになるかと思いますが、植えっぱなしです。そろそろ詰まってきているので、今年こそ株分けして他の花壇にも植えようと思っています。お花の時期はチューリップとほぼ同じ時期に咲くんですが、チューリップって目いっぱい咲くと翌年ねほとんど咲かないじゃないですか。それに比べたら水仙は株分けしながらですと半永久的に咲くんじゃないかなと思うんですよ。なのでね、この水仙は確かジョイフルホンダで 2,3 球くらい入って300円くらいの価格で買ったんじゃないかなと思うんですけど、コスパはね最高かなと思います。だけどチューリップはチューリップでね、秋になるとね球根植えたくなっちゃうんですけどね、はい、水仙は秋に販売されますので、もし欲しい方がいらっしゃいましたら9月後半から10月ぐらいが一番品種が揃ってネットでも手に入りやすいかと思います。私は今年の秋はエルリッチャーとホワイトライオンがね手に入ったら植えてみたいなと思っています。それではこの時期にやっておきたいお手入れをやっていこうと思います。こちらのね水仙もねお花が終わりました。それでねこちらはね花柄、この辺りでね種ができます。でね、種をつけさせますとね球根が増えませんのでね、種ができるすぐ下あたりでねポケットね折っちゃいます。はい、こちらも同じようにポケット折ります。雑草が入り込んじゃってね、型紙がこんなでかくなっちゃってあとはね葉っぱが枯れ果てるまでね置いておきます。邪魔になっちゃうのでね、ちょっとまたね結んでおきます。葉結びが終わりました。来年のね球根を育てるために追肥をしておきます。こちらはねマイガーデンの植物全般用ですね。こちらはね追肥にも元肥にも使えるタイプです。このようなね黒い粒なんですよね。真っ白い粒のものってあるじゃないですか。真っ白いのだと結構ね花壇で浮いちゃうんですよ。でねこういう黒いのだとね撒いておいてもね目立たないですからね。こんな風にパラパラっと撒きました。2つ目はエキウムブルーベッターです。このブルーのお花がね本当に綺麗ですよね。うっとりしちゃうね。つぼみが少しピンクがかってるのがお分かりいただけるかと思います。そのブルーとのコントラストがねまたね綺麗ですよね。こちら今花盛りに見えるかと思いますけれども、2日くらい前に関東地方ね春の嵐がありましたよね。もアーチが倒れたりいろいろあったんですけれども、こちらのエキウムもね結構草丈が高くなってしまってたのもあったんですけど、株がねちょっと横倒しになってるんですね。このままですとねもう咲き切ってね終わってしまいますしね、もう1回ぐらいね頑張ってほしいので、内側の方がねまだねつぼみがあるんですね。
なのでね、お花がちょっともったいないとは思うんですけど、半分ぐらいね、がっつりね切り戻して、もう一回ぐらいね頑張ってね咲いてもらいたいなと思っています。はい、それでは切り戻しの作業をしていきます。ここにねつぼみがありますのでね、このつぼみの上でね切ります。でこのね切ったお花もねかわいそうですのでね、切り花にして楽しみたいと思います。つぼみがないものもねあると思うんですけど、ここにねちょびっとだけね芽が出てますね、見えるかな、ね、こういう芽の上でね切ります。全部同じようにね刈り込んでいきます。だいたい半分ぐらいの高さで切ってます。だんだんね大雑把になっております。はい、半分ぐらいにね刈り込みしてすっきりしましたね。ね、この周りの方にねまたマイガーデンをね巻いておきます。続きまして、斑入りの一鉢になります。こちらですね、メルカリで買ったんですね。その時は、斑入りのあやめっていう風にね、書かれていたと思ってたんですけど、グリーンスナップっていう SNS をね、密かにやってるんですけどね、そちらに投稿したところ、斑入りの一鉢じゃないかって教えていただきました。おそらくね、一鉢で間違いないんじゃないかなと思っています。このね白っぽい斑がね本当にね綺麗なねリーフなんですよね。この4月の時期がね一番ね葉っぱが綺麗なんですけれども、だんだんね緑になっちゃいます。はい、暑くなるとねもうほぼね緑にね先祖返りみたいにしちゃうんですけど、完全に落葉した後ですね芽吹きがまたね綺麗な斑が戻ってきますのでね、安心してその辺はね育てられるんじゃないかなと思います。こちらはね、まだね、咲き始めたばっかりなので、そんなにやることもないんですけど、ちょっとこういう内側の方ね、刈り込んだり、これがね、ここ張り付いてね、こういう綺麗な葉っぱをね、汚しちゃうんですよね。真ん中の方がね、剥げてきてるじゃないですか。こういうのはもうね、完全にね、球根がぎゅうぎゅうの証拠なので、株分けしないといけないかなと思います。これなんかはもうね、花柄出てます。でこっちがもうつぼみがありますのでね、この花柄をねカットします。はい、これねもう終わりました。ね、でこれはもう完全に根詰まりすぎてね、今年あんまり花がついてないんですよ。ひどいですね本当に、こんなに花がつかない、かわいそうです。やっぱりね3年に1回ぐらいね株分けしてあげるといいと思います。これはもうね5年目ぐらいになっちゃってますのでね、大きすぎましたね。とりあえずねこんな感じ、はい、まだ少しねつぼみは上がってますのでね、でまだもう少し楽しめそうです。はい、とりあえずこんな感じお手入れしました。こちらはツルハナシノブホワイトパフュームです。こちらのね純白の花がね本当にね綺麗な宿根草です。これはね一株だったんですよね。こんなに大きくなりました。植えたのはね 5,6 年前になるんじゃないかなと思います。これは本当に株分けしながらねどんとこ大きくなりますのでね、あちこちにね植えておいたらねその場所でまた大きくなるのでね、本当に優秀なお花だと思います。はい、そしてね日向でもね半日陰でも大丈夫ですのでね、汎用性がありますよね。はい、昨日のねあの大雨と風でねかなりね傷んじゃったしね、この辺つぼみあるんだけど、ちょっと切り戻してみましょうか。少しボール込んだところをねカットしました。カットしましてね、
こんな咲くかは分かんないんですけどね、まあ、倒れ込んだままにしといて もう汚らしいだけですのでね、もう潔くね切っちゃうのがねいいかなと思います。やっぱりもう潔くしとかないとね、綺麗な花壇はね保てないですよ。はい自分に言い聞かせております、はい、やっぱりね潔い人の花壇はね綺麗だと思います。人生と同じ、潔くね行きましょう、はいはい、こんな感じ、そう思う今日この頃であります。とりあえずね今日はフロックスね、フロックスのちょっとお手入れをねご紹介しました。でこれもね、この一段落したらもう地際15センチぐらいでがっつり切っちゃいます、はい、それもうちょっと先にもうちょっとね頑張ってもらいましょう。切り戻した後はまたね葉っぱを伸ばすのにパワーがいるんですよね、植物にとっては。肥料をね上げておきますね。でねマイガーデンをね上げておきます。はい、いきなりねショッピング画面みたいになっちゃったんですけどこちらのホースリールを買いました。今までよくあるブルーのホースを使っていました。これがねもうすごくね気になってしょうがなかったんですよ。写真を撮っても動画を撮っても奥の方にあのブルーのねホースがちらっと見えるだけでね幻滅するんですよね私どうしてもねこのブラウンが欲しかったんです。アイアンっていうかアンティーク調のねホースがあるんですよね世の中には。それがね2万円以上するお値段がとっても高くてねなかなか手が出る価格ではなかったのでね、なんとか似たような雰囲気でないかなってずっと探していました。でねこちらでね見つけたのがこちらの高木さんのホースリールダークブラウン、タフブラウンね、30メートル、はい、とにかくうちは庭が広いですのでね、花壇のボーダーカーデンの方も雨が全く降らない時が続くとね水やりしないと特にグランドカバーがね干上がってしまうので、どうしてもね花壇の方までねお水やりが必要な時があるので、とにかくね長いものを探していました。こちら30メートルのこの度購入しました。これがね本当にね良かったですね。出しっぱなしにしててもねそんなに気にならないんですよ。でこのホースを買ってね本当にストレスが減りました。不愉快なものを見るストレスっていうのがね人間にとっても悪影響を及ぼしますと私は思うんですけどね、どうでしょう皆さん、はいはい、こちらね実際出しっぱなしにしてるような様子、こんな感じっていうのをお見せしたいと思うんですけど、自然な色ですのでね出しっぱなししててもね違和感がそんなにないかなと思います。でこのシャワーの感じ4種類ぐらいね分けられますので、弱い水流にすることもできます、調整もできます。でこちらね雨の後に鉢が汚れますのでね、鉢を洗ったり株元泥でね汚れたりしますので、それをねきれいに洗ったりもします。全部はねやりませんけどね、ちょっと目についたところをやったりすることもあります。それでは本日の動画は以上になります。今回はちょっと新しい試みとして今月のねお気に入りみたいなね形でご紹介させていただきました。それとね、どんな風にねいつもお手入れしてるんですかってご質問いただくことがあったので、ちょっと簡単にね春の嵐の後のお手入れみたいなね形でねお手入れ方法もご紹介させていただきました。少しでもお庭作り花壇のお手入れのご参考になったら嬉しいです。それでは本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。